はい、山本です、じゃあ今回はね、ワニマの春を待っての解説をしていきます、チューニングはレギュラーチューニングでいけます。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、じゃあイントロのエレキパートの部分からやっていきます。ごめんなさい、ちょっとめっちゃ雑ですけど、すいません、もっと練習しておきます。これね、結構リードパート難しいので、まあ、ゆっくりテンポ落としてからやった方がいいと思います。はい、これ初めなんですけど、結構高音源主体の演奏というか、結構ね、ミュートしながら弾くのが難しいので、しっかり左手で低い、4、5、6弦ぐらいは、余った指でミュートして、そもそもこの低弦だけ狙って弾いたり、あとは右手のここ使って3、4弦はもうこう押さえながら弾いたりします。まあ、ここも一回一回この右手でミュートして区切って、でここ最初スライドから入ってます。で1弦の2フレットですね。ここもしっかり余った指でミュートして、はい、これ2周して、で最後イントロの終わりですね。まあ、実際パンクロックなんで、あんまりミュートとかそこまで気にせずガシガシって方が良かったりもするんですけど、まあ、ちょっと一回タブ譜出しながらゆっくり弾きます。はい、こんな感じです。じゃあ次 A メロいきます。はい、これはパワーコードですね。結構簡単なんで、下にタブ札しながらコード弾きです。これ2周ですね。はい、次 B メロいきます。はい、ちょっと尺間違えたかもしれないです。ちょっと多分もうちょい短いですね。はい、これも全部パワーコードなんで、下に出しながらゆっくり弾きます。はい、こんな感じです。じゃあ最後サビやって終わります。
はい、これも全部パワーコードなんで、下に出しながらゆっくり弾きます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。よかったら下の概要欄に僕のブログと、あと各種 SNS のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。あと最後にぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。